4つの示しでわしの思いを伝えてみせる。さあみんな、彼らと絆を結びに行くぞ。私を殺すか。暴言の類はよそでしろ。私を殺せ。翡翠のしぶきを浴びせてみせろ。よし行け。あとはみんなに任せるんだ。どけ。私は今すこぶる機嫌が悪い。分かった。死んだふりすればいいんだ。こうなったら俺は遺憾の意を表明する。頭に示すはこう。健やかなるみんなの笑顔だ。凄まじい輸送力。大空を自由自在に。二つに示すは安。いつでも人を和らげたいと願っている。本田、あくまで家康の力に従うのか。我が死の背に見出した力強さとぬくもり、そう、これぞわしが受け継いだ者の姿だ。三つに示すは国。徳川十万の仲間が紡ぐ日々の幸いを見よ。まさかここで別動隊が出でますとは。奇襲だ。討ち死にの安息など私にはありえない。へこたれた顔は見せられないんだ。絶対に。貴様を処刑する。拒否は一切認めない。お許しを。辞表ください、教皇様。こんな土くれ一つどうでもいい。治水が鼻につく。誰か布をよこせ。並べ進め。誇り高き者の二つよ。了解っす。そうさ、俺たちだって石垣の一つだ。何を名乗っている。私を煩わせるな。俺の新必殺王妃絶賛開発中。それがしに手を出さぬなら勝ちを譲ろう。ルシラの勝利に用事がある。ああ、案内は良い。貴殿、拙者の剣を受けられるほどの鍛錬を。トゲを振れ。私の行く手を貫いてみろ。笑顔で挨拶したら見逃してくれるかな。見習うろ。ここは誰かに任せる。誰か。今の状態ちょっとまずいかも。
安心しろ。お前の主を悪いようにはしない。教えてくれ、お前の強さの源は何だ。親分の手当てを急げ。家康様が手を伸ばすなら我らは足となろう。見失いだけはせぬが、悲鳴で嫌でも目立つ。どうだ、男なら憧れるであろう。我ながら儚い人生だった。こんな時はそう、逃避行だ。そんな構えで大丈夫か。ならばいざ。これは正解のない詰め子だ。ああ最初から全軍投じると思うと。負けるな。挽回の機を逃してはならぬ。今のうちに姿を消そう。秘伝と出会った、それが拙者の運の尽き。この絆もありがたく使わせてもらうぞ、オガミト。整備とやらはわからないが、大丈夫かな。いや様、仕掛けモグラが暴走。ああ、田畑がボロボロに。なんたること。はわしと共に彼らを待とう。最後に示すは蚊、使える者との絆だ。あの威圧感はまさか秀吉様。兵王と目を合わせるな。狙われるぞ。せめて拙者もあの半分は貢献すれば。そうだ、怯えろ。目の前の私の姿に。いざ勝負。貴殿と拙者の一騎打ちなり。俺この戦が終わったら祝言を。なあ、嬉しいな戦勝。この戦いの後、世にも頼もしい絆ができる。それ三成に続け、誰が早いか競争よ。みんなの足があればこそここまで来れたんだ。俺にできるのはとっておきの悪口言うくらいで。よし行こうか。見ての通り、わしは全てを示した。さあ聞かせてくれ、お前の答えを。弱えてみせる、人を、絆を、優しさを。俺としましては倒しすぎだと思います。戦つ、無理をしたらわしが泣くぞ。私を、憎しみを見てもまだ逃げないのか、家康。貴様らの油などで切れ味が鈍るものか。あれを置いていけ、もう走らねえ。ブームを祈る。いざ進撃。比喩ではござらぬ、あの手のひらは10万を超える。わしの体よ、もう少しだけ持ち堅えてくれ。負傷者の救護を頼む。戦はまだ長い。俺一人生き残ったって仕方ないよな。やっぱ俺進む道間違ったな。通じ合うまでやり合おう。
それでいいな。そんな世の中にしてみせる。ひざまずけ。この一撃一撃が偽りなきわしの心だ。のたれし。わしの負けだな。見事な腕前だった。その首を狩ると決めた。早くたどり着きたい、あの男のもとへ。そして秀吉様、どうか私に許しを乞う許可を。